よく俺がキットだと分かったなどこにでもいそうなおっさんだろ簡単さいくらプラスチック製の偽物ピストルでも数を運ぶにはかなりかさばるだろう手紙や杯も大量に持ってるならなおさらなだからあの人混みの中で体型の割には腰から下がやけに細いやつを探してたんだよ懐に大量の品を忍ばせるために 太ったふりをしているおめえよな。<う>もちろん、変装してるから汗もかいてないだろうしな。んで、そいつの細い足首に、このボタン型発信機シールを貼っつけて、この追跡メガネで位置をつかんで、おめえに声をかけたってわけさ。ほぅで、俺を警察に突き出す気かいや、今回は、龍馬に免じて逃がしてやるよ。 お前、龍馬ファンか俺の母さんだよ龍馬の姉の乙女役をやったこともあって龍馬にぞっこんでよなるまあ乙女役にしては可愛すぎるって評判になって人気に火がついたらしいけどな <laughs> まあお互い母親には頭が上がらねってことでえじゃあな お互いって、はい、まさかファントムレディーって。